名乗りを上げよう。おう、混沌たる世が訪れようと民を守り新たな時代へ導くことこそ大村家とおっしゃる我が使命。時に苦渋の決断を迫ることもあろう。されど全ては安寧の世をもたらすため、我が心は常に民と共にある。言うまいたくなく我が神明として民の生きる道を切り開く。わしが肥前国大村藩初代藩主大村義明である。ここ肥後熊本にはかつて二人の大名がおり申した。一人は熊本城初代城主加藤清正、そしてもう一人の拙者肥後国宇都城城主小西抜き上がんなり。もっと拍手を。文武共に極めし我が生涯、それすなわち太平の世のため、民がため、多量のごとき賢人の咲かせてみせるは先人恥なき世々の人々。わしが武前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興である。熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもたらし武将隊。